ウィリアム・ベックフォードウィリアム・ベックフォードは、イギリスの政治家。1762年から1763年と1769年から1770年の2回、ロンドン市長を務めた。西インド諸島のジャマイカで、祖父の代から続く、佐藤キビ農園主の家庭に生まれる。ジャマイカに育ち、1723年、14歳の時、教育を終えるために都営。 ウェストミンスター校に学ぶ。兄のピーターが独身のまま亡くなったため、先祖代々の遺産を全額相続する。1747年、選挙に初当選して、シャフツベリーの議員となる。1752年にビリングズゲートの資産次会員となり、1754年から亡くなるまでロンドン選出の会員議員。 1756年から大ピットを式に援助し、自らの家業である西インド貿易に有利な政策を取らせた。フレンチ・インディアン戦争後のパリ条約締結に、際しては、佐藤生産における英国内の競争相手が増えることを警戒し、西インド諸島の獲得を見送って、カナダ獲得を行う、要主張、それを実現させた。ジョン・ウィルクスの後援者としても知られる。 妻のマライア・ハミルトンはスチュアート家の末裔。作家のウィリアム・トマス・ベックフォードは唯一の着出詩である。ありがとうございます。